Okay, hello everyone, and welcome back to my channel. Sorry. So today, I guess we are continuing on with our story chapter. Yeah, I'm excited. Nonetheless, even though it's a depression impact. Wait, hold on. Okay, sorry for the wait. I was adjusting something. Okay, let's go. Is it too loud? So I'm done with until 6. So let's continue. Let's hope that I can do up to 9. Yeah, we should do that. Dynamic difficulty on. Oh, okay. Okay. Let's go. エネルギーの注入を続けろ。これっぽっちの量じゃ彼女を呼び覚ますことはできないよ。久しぶりだね。おかえり、K423。我が元に戻れ。我が眷属たちよ。 おや、女王様を守りに来たのかい？全領域防衛衛星起動。全バルキリー部隊一級作戦準備。さあ、世界の変革を迎える準備を整えろ。 Ah, I got it. Shit. Oh, this is too much.
I'm so dead. Oh, I'm not dead. そのおもちゃで何をする気だいてるさ。もう帰りなさい。君の子供じみた行動を起こる気はないよ。反抗期は誰にもあるからね。相変わらず優しいですわね、おじいさま。でも。 Yeah, you tell him. How do I? There's no way anyone can defeat that, isn't it? No. I don't even know how did I survive that. Oh my god, look at her, just swinging like that. Yeah.
Is that a mole on her breast?
座標ありがとう。僕たちはちょうどいいところに来たようだ。やっと来たわね。遅すぎるわよ、アインシュタイン。天命本部の守りが固くてね。幸い、殻に大穴が開いているのを見つけたよ。何か策があるんでしょうね。期待には応えよう、テレサさん。 Oh, this thing is so slow. So I'm basically standing here. Now give me something. こちらの戦艦は随分小さくなったようだね。ハイペリオンはまだ学園にいるわ。あなたの言うようにムーンライトスローンのあれをハイペリオンのメインエンジンに組み込んでいる最中よ。安心なさい。もうすぐハイペリオンも来るわ。ご苦労。これで役者も道具も揃う。 本当にやる気？今回7割近くの機構を連れてきてるのよ。本部にいるカカリアのメギツネが何かしないか心配よ。博士、オットーの計画を成功させるわけにはいかないんだ。たとえ多くの犠牲を払おうとも崩壊の再臨を阻止せねば。あの人とネゲントロピーのためにもね。テレサさん、君たちにかけた大勝負なんだ。失望させないでくれよ。 本部に戻ってくるのは実に何年ぶりだろうな。ここを見ると古い友達の名を思い出す。エジソン、プランク。いや、今は昔を懐かしむ時じゃないか。もっと重要な使命が待っている。そう、眠り姫が待っているのだ。 バルキリー、過激すぎ。リミッター解除。少し厄介ですね。
外主教に捕らえられた聖フレイヤ学園のバルキリー、キアナ・カスラナ。親友の娘であるキアナを助けるため、テレサ学園長は天命の敵対組織ネゲントロピーと手を組み、強硬手段で天命本部に乗り込んだ。彼女たちは本部が審判型崩壊獣と対峙している隙に二手に分かれて、両翼から急襲をかけ、本部東側の第三空港を占領することに決めた。テレサさん、飛行部隊が空港の周囲を占拠した。いつでも攻撃を開始できるぞ。いいところに来たわね。こっちも準備完了よ。全部隊戦闘配置、全火力集中、天命本部第三空港を占領するわよ。どこに隠れているのかしら。地上部隊、速やかに空港司令塔を制圧し、テスラ博士と共にコントロールシステムをハックして空港の防御を解いてくれ。だったら急いでよ、ボス頭。艦長、期待しているわよ。
ちら地上部隊、司令塔内部に到達。ここがコントロール室のようね。任せたわよ、テスラ。骨董品ばっかね。5分ちょうだい。いや、2分で十分よ。もう少し早くできない？外の連中は私みたいに待ってくれないわよ。どうにか持ちこたえなさいよ。そうだ、そのスイカ包丁捨てなさい。もっと虫殺しに適した武器があるわよ。どこに隠れてるの？2分経ったんじゃない？まだなの？まだ1分56秒よ。できた、防御システム解除。空港の防御システムが完全にサーバーダウンしたよ。簡単すぎ。こんな時に。時間切れかしら。アタック。艦長、この後一杯付き合っていい？私の出番ね。防御システムが解除されました。一時的に安全になりましたが、キアナの居場所はまだつかめていません。ネゲントロピーの2人が空港のシステムをハックして調べてくれているわ。少佐は二人の様子を見てきてちょうだい。ついでにメイにブローニャの状況についても聞いてきて。艦長、期待しているわよ。艦長、期待しているわよ。テスラ、何か見つかった？うるさい。エンジニアには静かな仕事環境。分かったわ。タイミングが悪かったみたいね。艦長、期待しているわよ。メイ、ブローニャの状況は？手術がうまくいき、意識も戻りました。よかった。少佐、作戦が始まる前に
お願いがあります。わかった、学園長に報告しておくわ。目標捜索中、目標捜索中。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。艦長、期待しているわよ。目標捜索中。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。目標捜索中。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのかしら。目標捜索中。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのかしら。目標捜索中。Okay, now I'm confused where it's Einstein. テスラ博士の専門だ。それにテスラ博士は邪魔されるのが好きじゃないのでね。僕は一休みしてた方がいい。それなら気候から出たら。いや、こっちの方が居心地がいいのでね。空調もふかふかなクッションもある。ミニ冷蔵庫も置いてみたんだ。ありがとう。でも戦闘中に油断しちゃダメよ。敵がいないときは起こさないと。どこに隠れているのかしら。テスラ、そっちの状況はどう？あんたの欲しい手がかりが見つかったよ。数時間前、本部のヘルヘイム実験室に一隻の飛行船が入った。ヘルヘイム実験室は嫌な場所よ。オットーが何をしようとしているか、あんたならわかるでしょ？急がなくちゃ。ここから実験室までは近いです。乗り込みますか？そう簡単にはいかないと思うわ。あの実験室には巨大な防御シールドがあるの。私たちの火力では短時間で強行突破するのは難しい。こちらには時間もありませんし。他の方法で行くしかないわね。このエリアの大型崩壊炉を止めましょう。いい計画ですね。私が行きます。ここで待っていてください。崩壊炉が止まったらすぐにハイペリオンでシールドを突破してください。あなたはどうするの？向こうの増援部隊はすぐに来るはずよ。包囲されるわよ。安心してください。私はバルキリー突撃部隊の出ですよ。包囲網の突破には慣れています。でも学園長、私を信じてください。わかったわ。少佐ブーン、待って。残ってる機構を数えてみたけど、一部あんたに同行させられるよ。指揮が必要だから私も一緒に行く。機構はハイペリオンに同行させて。そっちの方が。私が決めたことに異議は認めないよ。外にいるから準備でき次第来なさい。小娘たちの相手までしなきゃなんて、艦長も苦労してるわね。どこに隠れているのかしら。準備ができたわ。行きま。残念。あんたここで死ねそうにないね。何のことかしら。
私は一度やると決めたら最後までやり抜く女よ。任務開始します。大主教様、本部に到着しました。ご指示を。返答がない。どういうことだ。深様、こちらリタです。大司教様は実験室に入られました。大司教様のご命で深様をお迎えに上がりました。位置情報を送りましたので私と合流してください。さっさと片付けてしまいましょう。綺麗好きですからね。ちゃんとお掃除をしませんとね。リタさん、お帰りなさいませ。深様、審判型崩壊獣の討伐お疲れ様でした。お茶でもいかがです。少し休みますか。どうしてあなただけがここに。あなたの隊長であるデュランダルさんは。デュランダル様はご命を受け、すでに部隊を率いて本部に進珍しい。あなたを私もデュランダル様の状況が気になりますが、今回は特殊ですので大司教様。必要ないですよ。これは私の本務です。ご理解いただけますよ。わかりました。極東支部のテレサ様がネゲントロピーの部隊を率いて。わかりました。ご安心ください。大司教様もテレサ様とその部下の方々が傷つくのを。では出発しましょう。あなたを補助できて光栄です。深さ、彼女たちを傷つけない。戦場において余計な感情を抱くのはとても危険なことですよ。深さま、静かな時ほど危険な。任務完了です。そろ天命の守備範囲に入るけど、テスラ、何か作戦プラン。オットーに直電で天命の崩壊路を止めろって言うのは。それから
赤絨毯を引かせて迎え入れてもらう。さらにシャンパンを開けてお祝いってどう？プランなんかないよ。あるもの全部コッパみじんに破壊するだけだよ。そのアイディア素敵ね。敵がいないときは起こさないで。どこに隠れているのかしら。さっさと片付けとこっと。艦長、期待しているわよ。記憶していたよりも回り道だわね。そっちの状況はどう？まあまあよ。システムをハックして崩壊路の場所を特定したわ。こっちはどっかの迷子のお嬢さんよりマシね。いつもそんな嫌味な喋り方なわけ。別に。ただあんたみたいなバカが超嫌いなだけよ。自分に時間が残されていないからって一番危険な任務を買って出る。自分を犠牲にして仲間のために道を切り開く。あんたみたいなのは考えが単純です。それを言うために私に調子に乗るな。あんたよりバカなバカを知ってるだけよ。あんたたちみたいなのを見てるとイライラするの。そう。それでもありがとう、テスラ。Thank you.
邪魔な奴は全部片付けたわ。撤退しましょう。ふん、天命弱すぎ。鉄くずを気候呼ばわりするなんてタイタンへの侮辱よ。まあ、これがネゲントロピーの新型機構ですか。少しお掃除が大変になりそうですね。テスラ気をつけて。そこまでです少佐、抵抗をおやめください。武器を捨ててください。危害は加えません。ここに来たのが間違いです。キアナは本当のキアナじゃないんでしょ。私も学園長もとっくに知っていたわよ。それならどうしてここに。彼女の力はとても不安定です。いつ暴走してもおかしくない状況を放っておくのは人類にとっては脅威です。もっともなことを言いながら無実な少女をむざむざと死に追いやる。不可、これがあんたの正義なの。崩壊に対抗するのに犠牲は避けられません。少佐、あなたは私より分かっているはずです。あんた、犠牲は避けられないの意味を分かってないわね。不可、本当に恐ろしいのは世界がどれだけの命を奪ったかじゃない。どれだけの人が命を奪われたことに何も感じなくなることよ。小娘たちの相手にしなきゃな。艦長も苦労してるわね。差し上げましょう。言ったはずです。敵に回したくないのなら彼女を傷つけないでください。かしこまりました。深様、教皇庁へ連れ帰り監獄に入ってもらいましょう。私は一度やると決めたら最後までやり抜く。複雑な地形を探知したよ。分
曜日。大人たちは嫌がるけど、okay. あなたも。少佐たちの信号が来たらすぐに作戦を始めるわよ。その前にメイに伝えることがあるわ。あなたの心臓に取り付けられた爆弾の誘爆システムを解除したわよ。これで爆発することはなくなるけれど、第三律者の意識が覚醒を始めるわ。無理しないでちょうだい。まだあの力を完全に制御できないのだから。学園長、心配してくれて。テレサでいいわよ。今の私は天命に背いた反逆者よ。もう聖フレイヤ学園の学園長じゃないわ。ごめんなさい、私のわがままであなたたちまで巻き込んで。そんなことを言わないでください。天命を離れたとしてもあなたは私たちが尊敬する学園長です。2年前律者である私を聖フレイヤ学園に迎え入れてくれたのはあなたです。あなたが私に居場所をくれました。あなたがいなければバルキリーとしての私はいませんでした。もう2年経ったのね。早いわね。私は体内にいる律者が私の周りの人を傷つけてしまうのではないかと恐れていました。もう逃げたりはしません。この力で大切な人たちを守ります。メイ、話の途中に申し訳ないがシールドに反応があったようだ。あ、テスラ博士たちとの通信が途絶えてしまった。分かったわ。メイ、出撃の準備よ。作戦、即戦即決よ。やはっ、振り下ろしたらあんたたち全員倒すの。
ヒアナちゃん、必ずあなたを助け出すわ。私にとってあなたはカスラナの英雄でも第二律者のレプリカでもない。私にとってあなたは優しいいい子。手を離したす。艦長、セッテッに帰りましょう。行きましょう、艦長。ちょっと不安かも。まったくもう。まだ終わらないの。無様だね。まったく歯が立たないではないか。口だけ達者だこと。お前に何ができる？私の力を貸してやろう。これが列車の力。あいつとは決着がついていない。ここで死なれては困る。まさかお前みたいな臆病者と目的が一致。了解です。手段は選ばない。そろそろテレサたちが来るのか。なら実験も次のステップに進めるとしよう。防御シールドが完全に解除されました。ハイペリオンは間もなく実験室の上空に到着します。おかしいわ、守備が薄くなってる。わざとそうしているみたいに。何が起こっているの？強烈な波動が感知されました。メイ、メイ先輩、メイ先輩。キアナちゃん、
事なの？私は大丈夫だよ。無事だし、生まれ変わったみたいなの。Oh no. キアナちゃん。嬉しいな。目を覚ました時にあなたがそばにいてくれるなんて。さあ、今もう一度私と一つになりましょう。コンケストジェム。遅かったか。すでに崩壊に支配されている。今のあいつは危ないぞ。いいえ、危ないからこそ放っとくわけにはいかないの。いいだろう。敵が律者ならこっちも律者の力で解決をしよう。がっかりさせるなよ。キアナちゃん、あなたはずっと私のそばにいてくれた。私もあなたを一人にはしない。Step hit, step 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 hit, step
私は全てを失った。でも今日私は全てを飲み込む。私が崩壊なのだ。Oh my god. That was I was so speechless earlier that I didn't say anything. This is going to be how many? One. There's so much to digest. A lot of things going on, and we know that it's not going to be, you know, pretty. Okay, let's continue. This amount of depression. I hope that 久々の戦場よ. Oh no.
所要時間だけ教えて。3分よ。あと3分持てば。嵐の前の静けさかしら。してくれ。くれぐれも。
娘、どうしてまた私の行く手を阻む。うるさい、その体はあんたのじゃないわよ。少子、この体は貪欲な人類が私のために作った器よ。私の降誕のための供物。空間能力のせいで攻撃どころか近づくことさえ困難です。ウェンディさんや私とは全く違う。これがリツ社の本当の力。虫けらにも虫けらなりの価値があるようね。人類どもの操り人形のような熾烈な踊りを見るのもまた一興。ベラ、踊り方を教えておやり。攻撃がこっちに。メイ、気をつけて。崩壊エネルギーフィールドバリア機能正常。不動層山吹全機能開放。最大効率による運転開始。ブローニャ、ランヤー、Let's go! So she's the one that talked to Einstein earlier. Brownia-chan, どうしてここに？メイ姉様、学園長、お待たせしました。間に合ったようですね。ブローニャは十分に休みました。ただいま、期待いたします。意外とやるね。その目から
あいつに対する心配、大切にしている気持ち、そしてたくさんの申し訳なさが見える。ああ、思い出した。昔眠る前にもそのような目を見た。目の主は無邪気にも私を助けようと手を差し出した。私のことを知りもしないのに助けられると思っていた。助けられるわけもないのに、あがないと救済に酔いしれちゃった。あの時のお前と今のお前、何も変わってないではない。そうね、分かっているわ。これで捕まえたわ。やっと射程範囲に入ったわね。まったく、何度同じことをしたら気が済む。今回は同じではありません。エデンの星、第一出力低下、最大出力解放。あー、逃がさないわよ。制約の十字架が捉えた以上、たとえ死んでも離さないわよ。あら、そう、そんな古いおもちゃ本当に私に聞くと思っているの？あ、なあ、小賢しい真似が成功したと思ったか、勝利が見えたと、希望が生まれたと感じたか。素晴らしい舞台にはヒヤリとさせる場面があるもの。いい演出を見させてもらったわ。生きたいという意志、未来への希望、全力で全てを守ろうとする思い、そしてその全てが私を前に意味をなさない。お前たちの存在に価値などない。報告します。強烈なエネルギー反応を感知しました。セレニティジェム、いや待て、やはり最初からあったのか。リツ社の意識を呼び覚ます媒体として最初からキアナの体内に埋め込んでいたのか。ふん、制約の十字架の使いにテリテリ大勝利。Okay, why did they plant that into herOh my god. Getsuyobi. Okay, let's do this one.This is a very long chapter. I guess I'll just at least complete this one first. Then we can continue on tomorrow. Yeah. Let's go. Huh?約束があるか。私
メイ先輩、ライデン・メイ、親愛なる半身よ、我が灼熱の魂よ、もういいのだよ、戻っておいて、もう一度私の力となれ。コンキャストジェムが吸い込まれています。ああ、なんと心地いい雷鳴だろう。美しい雷光ね、いらっしゃい、神の供物となりなさい。今こそ裁きの時。美しい景色なので墓場にちょうどいい。はっ、はっ、いや、今こそ裁きの時。Why? Oh, this is getting depressing. We should just go ahead, right? And part someone at silence. Maybe later.Holy blood, what are you doing?Yeah.
待たせいたしました。結果が出ました。村田姫子さんの生命兆候は全て正常値に。それなのに目を覚ましません。長期にわたる体の破損と疲労による昏睡で、先ほどの戦闘の影響ではないので自責なさらないでください。教皇庁へ送る予定でしたが、この状態では治療を優先するほかありませんね。こちらの設備を使用して、それではテスラ、すべての手配を済ませ次第合流いたしますので、ここはよろしくお願いしますね。リタ・ロスバイセ、まったく今はほっとこ。少なくともこれで少しは痛みが和らぐはず。警報だ。必須戦闘要員全員に告ぐ。ついに始まるか。準備ならできている。深様、たった今大主教様より実験が成功し、律者が目を覚ましたそうです。行きましょう。静かな時ほど危険なものです。I don't know that there's a road here. Fine. ご安心ください。艦長様は私がお守りします。近くの崩壊銃反応がすべて消えました。ここはしばらく安全です。本部がこれだけダメージを受けたの。そうだ。あの赤。安心してください。あそこは収容キャビンと同様に分かりました。疲れを取るなら休息が一番ですよ。招かれざるを。よっ、は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 っ、もがく苦しむ魂を、ここに永遠眠りなさい。はっ、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 はっ。招かれざるお客様。よっ、は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 
しました。大司教様、ヘルヘイムに侵入した崩壊獣。よくやった。そこで待機しててくれ。デュランダルが不朽なる共に神が人類に神服。かしこまりました。ちょっと待ってください。律者は誰が監視しているのですか？安心してくれ、僕の可愛いテレサが。学園長。落ち着いてくれ友よ。もしもし、もしもし。通信設備が故障したようです。電磁パルスです。近く電磁…ま、リタさん、急いで通信してデュランダルさんに。律者がコントロールを離脱した可能性があり、私は先に律者のところに。深様、申し訳ありませんが、戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。なぜ律者と戦えと大司教様から私の見解をお聞き。大司教様は計画の中にいくつかの奥の手を用意しています。ですがまだ一つも使われていません。つまり現状は予想内ということです。ですので今独断で動くのはよろ。あなたと言い争いをするつもりはない。罪のない人たちが律者と接触した時点で律者は私が阻止します。深様、まだお分かりではないのですか。私たちはみんな大きな渦の。大司教様より言いつかっております。あなたに計画を壊されてはならない。みんなに危険を及ぶ。深様、私はあなたの見方を否定する気も、あなたの選択ですが、私もあなた同様。これ以上言っても無駄ですね。道を開けてください。お互いの歩む道。バルキリー、リタロス。倒しがいのある奴が現れましたね。I can't change, right? Okay.なぜ？
do I beat this stage? Ah, this is getting annoying. Give me a few minutes to think of a better plan. We just need to dodge more than usual. Let's go. Oh, so it's that. I thought it's not even glowing yet. Let's go. Let's hope something good will happen. I don't know how much depression I can deal with now.
死んじゃいますよ。それも彼女のせいだ。残念。少し休みま。まあまあでしたね。あなたは委員長。任務開始します。あなたはメイさん、ブローニャさん、二人を連れて。あれはあなたたちには苦。わかりました、委員長。あ、それと夢から早く行ってください。人類はまるで殺しても殺しても湧いだが、群がっても人の宴を邪魔するのは無礼。ご託を。Oh no. 恐怖に今こそ裁きの時。少しは褒めてやろう。確かにお前は他と違う。だが所詮は人類。それにさっきの戦いでもお前は神の鍵を2本も持っているのに、どうして一つしか使わないの。その時ではないからか、それとも制御できないか、もしかしてそもそも使えないとか。どのみち状況は変わ、死ぬがいい。見事な戦いだ。 And we like the story ball andWhere she will be so mad at him, interrupting her, and she will just kill him. さすがは崩壊の女王だよ。君の姿はいつでも輝かしい。お前、お前のことは知っているよ。私を呼び覚ました人類、神の力を狙う悲しき人類。
覚えてもらえているとは光栄だね。それなら君に2回目の命を与えたお礼に、彼女のことは見逃してもらえないかな。彼女は僕の友なんだ。彼女には傷ついてほしくないのだよ。私が手を下す価値もない。お前がそう言うなら残してやろう。さすがは人類史上最大の災害、第二次崩壊をもたらした空の律者だ。神に匹敵する力を持っているだけでなく、対極を見極める先見も持ち合わせ。つまらないおだてだね。お前たちに興味はない。あの小娘たちが目標だ。しかし、お前のような者が王になれるとはね。人類とは本当に悲しいものだ。ひどいざまだ。とにかく先に手当てをしよう。実験の第一段階の成果。どうして、もうや、もうどうして逃がしたのです。彼女の目標を知って。ああ、知っているよ。彼女の目標はテレサ。そして最後まで戦うだろうね。なんだと。そうだ、君に。安心してくれ君、 K423 はまだ死んでないよ。まだ生きててもらわないと困る。あの体には今二つの、君たちがキアナと呼ぶ K423 の意識とセレニティジェムと高濃度の崩壊エネルギーを。これはまだ僕が望む結果ではないよ。現状は実験の第一段階が終わった。律者が覚醒したことで、では逆に答えは、律者の力を持った人類が誕生するだ。Do you think it's that simple? すでに第三律者と第四律者で立証済みだ。言うことを聞かせるなら、律者より、もちろん K423 の意識が。まさか。君もは。その通り、感情だ。しかし僕は人と人の深い聖フレイヤ学園に入、その幸せな思い出の数々がK423 の力となり愛を。しかし彼女たちの。分かっているよ。だが手を貸すつもりはない。人は絶対絶命。僕の計算では犠牲者が出れば K423 は体を取り戻。僕は愛で律者を。この偉業は。君の行動はすでに僕の予想を超えている。だから君に全てを教えた。これでも君は僕を阻止するつもりなのか。友、あなたの言うことは常軌を逸している。底知れない身勝手と嘘にまみれていた。他者の運命をもてあそび、悪人である自覚すらない。本当アポカリプス。私は心の底からあなたが悲しくも憎い存在だと思う。精鋭仙人、僕は嘘をついてないよ。え？人類の勝利は愉快なものに。え？ Now I'm more confused.
time is enough.